4番ホール左ドッグのパー5にやってきました。ここ506ヤードとそんなに長くないのですが、左に曲がっているため2オンは無理があります。飛ばし屋はバンカー越えを狙ってきます。しかしながらかなり飛ばさないと2オンの可能性はないので、吹き流し約左方向5ヤードぐらいが狙い目となっています。さあイーブンパーに戻したこのスミス選手、パー5です。フェアウェイ右です。フェアウェイ右にナイスショット。ちょっとでも右だと見た目が遠くなりますが、ツーオンはできないので、さあ大田選手ドライバーバンカーゴールになっております。おお、ナイスショット、素晴らしい、果敢にバンカー越え、かなり距離が出ています。松岡選手もバンカー越えを狙うアドレスです。おー、ナイスショー、果敢にバンカー越え、池越え持ってきました。ナイスショットでした。さあ4番ホールパー5第2打目、得意な距離を押すことができるか。フェアウェイ約右にナイスショットです。ナイスショット、刻むようです。フェアウェイ左にナイスショットでした。やはりナイスショット、ここまでナイスショットしても2オンは距離的に無理なようです。ユーティリティでフェアウェイ真ん中にナイスショットです。パー5第3打目、残り135ヤードですが、上がってるのは140ぐらい。ピンの右、距離はどうか。ナイスショット、ナイスショット。90ヤードというところでしょうか。さあ寄せで取り戻すことができるか。ピンの右、ナイスオン。さあ大田選手、スコアを伸ばすことができるか。100ヤード弱、お、筋ってます。距離はナイスオン。パー5、さすがプロ、3人とも運しております。和田スミレ選手、上りのフックライン約5メートル、上りを打ち切るでしょうか。ああ最後スライス、スネーキーなラインでした。松岡選手どう見てもフックにしか見えないんですが、この選手のボールは最後少しスライスしました。やはりあんまり曲がらない、思ったよりも見た目よりも曲がらないようです。大田選手、下りの難しいラインです。下りのフックラインを読み切れるか、約2メートル50センチ、バーディーパットです。下り具合は 50% というところでしょうか。さあ読み切れるか、惜しい。ナイスパー。
80円行くとこか。まっすぐフェアウェイ右にナイスショットです。吹き流しの横約10ヤード右。さあ飛距離伸びた谷田選手。と引っ掛け気味、フェアウェイ左ナイスショットです。距離はちょっと出てませんでした。さあ、続く花選手ドライバーです。こういったナイスショットでショートバットのナイスショット。さあ上りの140-150弱は止まってなりません。お、ドローがかかって筋ってます。距離はあちょっと大きかった。左エッジ、これもドローかかってピン左にちょっとショートでした。ナイスドライバーショートカット。残り約120です。ちょっと右から出て戻ってピン右にナイスオンでしょうか。澤田選手2打目ショートしてしまいましたが、パーセーブなるか。ちょっとボールが右から出てしまいましたが、ナイスアプローチ、パーは確実です。さあ松岡選手、上り約6メートル。さあ上げることができるか、惜しい。ナイスパー。谷田選手定格抜群のゴルフをしておきます。ずっとパーオンが続いております。しかしちょっと下りで難しいラインです。下り 85% という感じでしょうか。さあ読み切るか。あ、かなり曲がりました。ナイスパー、ナイスパー。さあパー3、171ヤードにやってきました。ピンの右、ナイスオン。使ってしまいましたが、逆光でよく見えませんでした。右からドローがかかってグリーン右にナイスオンです。谷田選手バンカー入ったと思ったらロスになってしまいました。松岡選手と決め打ちます。バーディーパット、下りのフックライン。さあ読み切ることができるか。ナイスパー。さあ和田選手先に打ちます。上りの若干フックかというかフラットでしょうか。あ、かなり打ちました。おー、ナイスパーディー。ワンアンダーです。大逆転です。谷田選手2バーディーと滑り出しは良かったですが、さあここでボギーで抑えることができるか。3打目です。
ピン右をピンチです。ショートしてしまいました。さあここで踏ん張らないと、ここで予想を取らないとトリプルボギーと一気にオーバーになってしまいます。そのピンチをしのぐことができるか。ナイスアプローチ、谷田選手ナイスアプローチで、なんとかダボにとどめました。